おはようございます。すいません、話がねよく分かってない状態になってると思うんですけども、実はですね、昨日の飛行機乗ることはできませんでした。はい、ということで完全にねこれは私のミスでございまして、このワルシャワからインドのデリーに LOT ポーランド航空で行く予定でした。で、あのインドの入国にはですねE ビザっていうビザが必要なんですよね。で、まあそれはね、あの必要なのはね承知してたんですけども、私はねちょっと勘違いをしておりまして、この E ビザっていうものと PCR 事前テスト、まあこの2点がねこのインドの入国にはいるんですけども、これね私もう本当に勘違いしてたんですけども、その同じねあの時に事前申請みたいなことをするって思い込んでたんですね。ですのでこの E ビザの取得っていうのが本当に直前になってしまったんですよね。で、私が取得っていうか、まあ、申請を行ったのは7月の14とか15とかそのぐらいで、まあ、搭乗が17だったんですけども、よくよく見るとですねこの E ビザっていうのはもうそのコロナウイルスのテストとはもう全く別で、あの4日前から7日前までに申請してくださいって記載があるんですよね。で、それで、まあ、結局私はもう PCR 検査と一緒に停止すると思ってたんで、ね、3日前とかじゃないとダメなんですよ。インドの場合は96時間じゃなくて72時間以内だったかな。だからもうその3日前までに、まあ、その結果が出てから申請すればいいものだと思って勘違いしてて、インドの E ビザのサイトに行ったら4日から9日、7日とかそのぐらい前に申請してくださいみたいな感じで書いてあって、あ、これやばいなと思ってたんですけども、まあ、承認が下りれば、まあ、乗れるだろうなっていうふうに思っておりまして、まあ、結局その元々の航空券はローマからウィーン、ウィーンからワルシャワで、ワルシャワからデリーっていうねこの路線だったんですけども、この前の2区間ね、あの、まあ、申請中っていうことをね申し出て、まあ、乗ることができてたんですよね。あの最初ね一瞬あのEビザまだ持ってないっていう話をして、まあ、今申請中だからあのメールが返ってきて大丈夫みたいな、まあ、メールが返ってくるの待ってますよみたいな感じで、まあ、見せたら、まあ、搭乗することはこの2区間に関してはできたんですけども、まあ、結局昨日のフライトでEビザの取得がね申請中だけど取得まで至ってないということで乗せれませんっていうね、こう回答を LOT ポーランド航空の方からいただきました。私は制限エリアにいて、で結局そこからパスポートコントロールにあの、まあ、連れてかれたっていうか、まあ、あの同行してもらって、まあ、結局、最終的にどうなったかというと、まあ、ワルシャワに入国してひとまず、もう夕方のもう夜の7時とか7時半とかになってたんで、ひとまずここね、あのワルシャワ空港の目の前のマリオットホテルなんですけど、まあ、ここを取ってひとまずワルシャワに入国したっていう感じになります。で、まあ、今回ねあの航空券の話は、まあ、ほとんどしてないんですけども、この航空券っていうのは今回 ANA の特典航空券で全路線を発券していて、まあ、その間に別発券でね長城を入れてるみたいな、そんな感じなんですよね。ですので1区間乗れないとね全部飛んじゃうんですよ。で、もう昨日 LOT ローランポークのねこのワルシャワからデリーっていうのがもう乗れなかったんで、あ、これでもう航空券と残りのね路線あと何区間か残ってたんですけども、あ、これ全部飛んだなと思って、あ、もうどうしようと思って、で結局このインドのデリーからねまたここはまた別区間で発見してる部分もあったんで、もうここも飛ばすしかないという感じで、もうめちゃくちゃ落ち込んで寝るっていうねいう感じで、でパッて一回目覚めて、あ、ANA に電話しなきゃと思って、まあ、結局あの書類不備でね結局乗れなくなったわけですけれども、まあ、それ伝えておかないとなと思って、あのスカイプでね ANA の米国デスクに電話して、でこうこうこういう事情で E ビザの申請が間に合わなくて結局乗れませんだってしたっていう話をして、そしたらなんとですね ANA さんにすごい寛大な対応いただきまして、このね書類不備、まあ、今回ねあの結局乗れなかったんですけども、その乗れない理由が書類不備、まあ、E ビザの取得がねあの原因で乗れなかったってなると、これねなんかあのすっぽかしたんじゃなくて書類不備っていう扱いになるらしいんですよね。これちょっとね詳しくよくわかんないんですけども、一応書類不備っていう話をいただきまして、
この書類不備の場合はですね、1区間のこの区間分だけ日付をずらすことができると、もう出発便出発してるんですけども出発後でも大丈夫っていうね、そういうなんかシステムがあるみたいなんですよね。昨日の便には私乗れなかったんですけども、今日の便に振り返っていただけると、ひとまず取得頑張ってくださいみたいな感じで話は終わって、一応ね今日の夕方18時、まあ、昨日と同じ便ですね、17時20分だったかな、はい、その便に振り返させていただきました。ですけども、ひとまず振り返りはしていただいたんですけども、インドの E ビザの取得が、まあ、どうにかならないと、インドに行って他の便の飛行機、今取ってる便を乗れるかどうかっていうのはもうインドの E ビザの取得にねかかってるっていうふうになるわけで、まあひとまずもうそんなうまい話じゃないだろうなと思って、そんなスムーズに行くことはもうないだろうなと思って、無料でね ANA の便が翌日に変えられて E ビザが取得が急にできるとかね、まあ、申請はもうしてて、まあ、返信待ちではあるんですけどもね。で今日を迎えました。で今ね今日が7月の10今日が18日かで、今ね現地時間で朝6時半ぐらいなんですけども、なんと E ビザの取得はねできておりました。で承認もね無事メールでいただけましたので、これねなんとですね、昨日の飛行機に乗れなかったんですけども、今日の飛行機に振り返って今日乗ることができます。いやーよかった、よかったです。いや本当にね昨日の時点ではもう私結構パニックってて、もう動画も回せないぐらいパニックってて、はい、もうその場でホテルも予約してここ入って、はい、そんな感じでちょっとねよくわかんない動画になってると思うんですけども、申し訳ないです。まあひとまずねインドのイーブの取得ができましたということで、こちらのホテルね今日チェックアウトして、で、まあ、チェックアウト、まあ、ちょっとねレートチェックアウトを聞いてみて、まあ、3時ぐらいにはねチェックインしたいなと思うんですけども、ひとまずねインドにはこれ E ビザの取得と、PCR 事前検査、出発前3日間以内のが必要なんですよね。で私はローマ空港で PCR 検査ね、70ユーロぐらい払って受けたんですよね。この搭乗がね1日ずれたことによってその PCR テストね使えなくなってしまったので、ひとまずもうね朝食始まってるみたいなんですけど、ひとまず一旦空港行ってPCR テスト、確かね昨日 COVID テストで見た気がするんで、ちょっとね PCR テストね受けていきたいと思います。なんとかね飛行機乗れそうということで、PCR テストを受けてひとまず出発できる準備だけね完了して、まあ、それからね食事等々考えたいなと思います。ということで空港の方に行って、COVID テストねちょっと探していきたいと思います。ということで行きましょう。このホテルね1泊2万2000ポイントだったんですけど、めちゃくちゃおしゃれでいいです。多分ラウンジもあるんだと思うんですけど、バスタブのある部屋をリクエストしたらスイートルームっぽいところにね入れていただきまして感謝ですね、はい、ちょっと今ね部屋がめちゃくちゃ汚いんで帰る時にでもちょっと一周お見せしたいなと思います。本当に空港の目の前にあるホテルなんでめちゃくちゃいいです。私みたいにインドの飛行機に乗れなかった人はめちゃくちゃおすすめです。あれなんですよ、スーツケースにね髪の毛のワックスも送っちゃってるんで、ちょっとしばらくお見苦しい姿をお見せしますが勘弁していただくください。スーツケースがゲットできれば一緒にゲットできるんですけど、スーツケースの中に全部入ってますんで。いやー朝のワルシャワは寒いですね。長袖着てきてよかった、めちゃくちゃ寒いです。ということで COVID テスト場をちょっと探しましょう。ここにないとね結構めんどくさいことになります。多分あると思うんですけどね。はい、ということで今ね空港がここなんですよね。で私が泊まっているルネッサンスはあそこなんですけど、隣にねコートヤードはあるんですよね。はい、コートヤードバイマリオットで、ここですねコロナウイルスのテストをやってるということを今インフォメーションで教えてもらって、なんかみんな上の階に行けみたいな感じだったんですけど、一人の人がここでやってるよみたいなことを
言ってまして来ました。ここでいいのかな、ちょっと聞いてみたいと思います。 COVID テストって書いてある。それではね、PCR テストを無事ね、受けることができました。ちょっとここのね、ワルシャワの通貨がちょっと私は分かんないんですけども、 800PLN って書いてあって、まあ、その場で Google 検索でね、まあ、いくらかって調べたんですけども、168ドルということで追加費用いただきましたね。いやこれはもう私の見てたんでしょうがないですね、はい、日本円で、だいたい今の為替レートで、25,000円ですね、はい、でもっとね安いやつもこんな感じでねあるんですけど、結果はね、私はもう今日のフライトということで、あともう10時間後ぐらいにはねフライト乗ってる時間になりますんで、もうできるだけ早いやつ、まあ1時間か2時間とかだったら別にいいんですけど、まあ空港もね、私昨日ここでチェックインしてないんで、どのぐらいかかるか分かんないんで、早めに欲しいということで、もう一番高いやつにしました。もう一個ね低いやつだと明日であればできるんですけど、もうしょうがないですね、はい、2万5000円ぶっ飛びましたね、まあ、でもこれでね、まだ今回の旅が続けられるっていう風になりますんで、まあしょうがないですね、はい、でも良かったです本当に。これさえゲットできれば多分断られることは多分ないと思いますね。いやよかった、もう本当に昨日とかね、なんか悔しくて寝れない、そして勘違いした自分を許せないみたいな感じで、もうムカついちゃって自分に、いやなかなか寝つけなかったですね。ということで、結果までね40分で待っててくれということですので、ちょっとここでね、待っていたいと思います。いやよかった、 PCR テストもねちょっと高いですけどもありましたんでね、助かりましたね、はい、ということで無事ね、PCR 検査も、陰性ゲットできましたんで、これで無事インドに行くことができます。いやーよかった、いや本当によかった、はい、ということでホテル戻って朝食いただきましょう。いやこのコードヤードバイマリオットもちょっと泊まってみたかったですね。ここはねちょっと出てこなかったんですよ昨日。多分こっちの方がねお値段は安いと思うんですけども、まあでもね今のルレッサンスもね非常にいくらだったっけな、 300PLN って出て、でもねこのワルシャワっていうのはね非常にポイント宿泊安いんですよ。まあワルシャワっていうかっていうか、まあこの空港ホテルがだと思うんですけど、私が泊まってるマリオットホテル今回ルネッサンスなんですけど2万2000ポイントですからねめちゃくちゃ安いですよね。しかもその今回ね搭乗ゲートまで行って、で結局乗れなくて入国ねこのワルシャワにさせてもらったんですけども、ここでめちゃくちゃ高かったら結構なえるとこだったんですけど、まあこれもね2万2000ポイントということでめちゃくちゃありがたいですよね。しかもラウンジもあるみたいなんで、まあ、もしお見せできればラウンジもお見せしたいなと思うんですけども、なんかさっき空港内通ったら結構並んでたんでちょっとねビビってます。まあ、ここもねヨーロッパなんで、もしかしたらねめちゃめちゃ混んでるね、チェックインがね可能性もありますんで、まあ、ひとまずね前回の、ヒースローの経験を生かしてね、前回3時間前で、ギリギリだったんで、今回はね4時間前で行きたいと思います。ですので、17時40分発とかだったんで、まあ、1時ぐらいにはねチェックインしていきたいですね。でホテルが多分チェックアウト12時までだと思うんですけど、ちょっと確認しますけどね。ですんでまあ12時に行きますかね。いやーよかったよかった、めちゃめちゃ高級感ないですかこの建物も。こんな感じで非常にいいですよね。では一回客室戻って朝食食べに行きたいと思います。それでは朝食会場に行きました。ヨーロッパはこれ結構一般的なんですかね、はい、蜂蜜、酢つき、ここにもあります。でヨーグルト、
チーズ。あとコーヒーマシンとティーがあります。ティーはどこのティーかわかんないですね、うん。コーヒーマシンがあります。で、パン。と、フランスパンとかもあります。まさかの朝からシャンパンいけます。朝シャンいけます。で、フレッシュジュース、お水、あとフルーツがあります。これは？あ、これは豆のスープですね。これはオートミールかな、うん。あとパンケーキ。ゆで卵。ゆで卵と、あ、エクステーションがあるんです。で、ソーセージ。めちゃくちゃソーセージ種類ありますね。あと、これはナス。美味しそう。あ、これは卵のココットってやつですかね。あ、で、こういうやつね。ちっちゃい。あ、サラダがめっちゃ充実してる。いただきましょう。はい、こんな感じですかね。ということで、いただいてまいりました。あれですね。そんなに混雑はしてないですね。はい、座るとね、コーヒーか紅茶が聞かれて、私はコーヒーを注文いたしました。よいしょ。で、取ってきたのは、いつも通りのヨーグルト。野菜たちですね、はい、あとは、今回ねゆで卵をちょっと取ってみました。ヨーロッパのゆで卵はどんなものなのかというところですね。あとはい、まさかの朝からシャンパンをいただけるということで、まあ、今回ねもう昨日本当にこの先の動画どうしようかなと、ね、もう悩んで悩んで落ち込んでそのまま寝たんで、はい、まあ、今日はちょっとね無事乗れそうということで朝からいただきます。しみる、うん、ということでいただきましょう。いや、よく考えたらねこのアルコール消毒スプレーもやばいです。残りがあのこれ継ぎ足しでいつも使ってるんですけど、あのメインのやつはあのスーツケースの中、いやーでもしょうがないんですよね。あのあんまり多いとあの手荷物持ち込めないじゃないですか。で私の入れてるボトルが200ミリだったんで、あ、コーヒー美味しい。確か100ミリですよね、小分けにするとしたら。足しとけばよかったな。まあ、アルコール消毒シートはあるんでね、まあ、それでなんとかこの先つなぐプラス、まあ、スーツケースねゲットできるんですかね。こういう時ってあんまりよく分かんないんで、うん、ちょっと今後どうなるか分かんないですけど。ソーセージです。うん、あの昨日の夜フライトで待っててビジネスクラスだからって言ってラウンジでほとんど食事もせずに結局そのまま飛行機も乗れずでめちゃめちゃお腹空いてました。トマトです。これ美味しい。あとはこの巨大なナス、ちょっと美味しそうで取りました。いただきます。うん、種類も豊富なんでめちゃくちゃいいですね。で、ヨーグルト、ブルーベリーですね。うん、本当にいろんな国のヨーグルトをなんか行く先々で朝食でいただいてますけど、まあ、全体的な味はそんなに変わるわけではないですけども、なんか下にソースが入っているバージョンだったり、まあ、こんな感じでね、あのこれはあの全体的に紫色になってるヨーグルトなんですけど、本当にその地域によって全然違うんですね。はい、ということで非常に朝食美味しいです。あとは大丈夫そうですかね。ひとまずこれ食べて客室戻って、ちょっとねあの本当に何もしないで寝てしまったんで、もう機材関係の充電とかもねちょっとやって12時ぐらいねチェックアウトしていきたいと思います。それではラウンジに来ました。こちらにね映画、ソフトドリンク、こちらにビール、下がビールですね。あとお水で常温のお水と
コーヒーマシンですね。でここはね今は入ってなくて、朝食の時間帯とかね、入っておりました。であとはこういったねスナック置いてあります。はい、こんな感じになっております。でここのラウンジねめちゃくちゃ広いです。すごい広いですよね。ここにねチェス盤とかあったりして、はい、でこの奥はねビジネスデスクみたいなミーティングができたり、なんかデスクワークができそうな、ね、感じになっております。ということで珍しいねブルーベリージュースっていうのがあったんでちょっといただいてまいりました。すごいいいですよね、うん、夜のね12時までやってるそうなんで、で飲み物とかね持ってっていいそうです。ということでいただきます。あ、美味しい。本当にブルーベリーっていう感じですね。そうで結局ね、チェックアウト1時だったんですけど2時まで伸ばしていただきました。ちょっとねラウンジ皆さんにお見せしたいなというのと、ちょっと思ったよりねパッキングに時間がかかってしまって、はい、ということでこれを飲んだらねチェックアウトして空港の方ね向かいたいと思います。17時40分ボーリングタイムなんで、それの3時間前か、はい、合わせていってっていう感じです。あ、そう4時間前ですね。はい、まあ多分ねそこまで混んでないんで大丈夫だと思うんですけどね、ちょっとヒースロー空港がね怖かったんで早めに行っておきましょう。あとでねちょっと軽くお見せして出ますけども、今回ねあのバスタブをリクエストしたらね、最初バスタブがない部屋に案内されて、あのバスタブお願いしたんですけどみたいな感じで言ったら、ジュニアスイートだと思うんですけど、はい、スイートにあげていただいて本当にありがたい限りです。ということで一旦客室戻って荷物取ってね空港行きたいと思います。ということで、まあ、今日はねちゃんと乗れると思いますんで行きましょう。 PCR 検査も E ビザも持っております。ということで、はい、ということでチェックアウトしていきたいと思います。今回宿泊した客室はねちょっと綺麗なところだけ見させていただきますけども、はい、こんな客室です。すごいですよね。ここ 2万2000ポイントなんで非常にありがたいですよね。はい、ワンベッドスイートルームっていうね名前になっておりました。こっちがねバスタブとかあるところですね。はい、ということでチェックアウトしていきましょう。よいしょ。いや、お世話になりました。いや、ここに本当に2万2000ポイントとは思えないぐらいめちゃくちゃ綺麗ですね、ここで。空港の目の前なんでワルシャワ空港を利用される方はここいいんじゃないでしょうか。まあトランジットホテルになると思いますけどね。トランジットホテルにしてはかなり十分すぎる。朝食からシャンパンまでありますからね。あれはちょっとびっくりしました。スパークリングワインか。はい、ということでチェックアウトねして空港の方を向かいたいと思います。ではチェックアウトしました。行きましょう。いや、この時間でもやっぱりかなり涼しいですね。いや、本当にお世話になりました。ルネッサンスホテルありがたいです。ということで、ここはターミナル A だったんですね。スカンジナビア航空とか、ターキシとかね、あとは LOT ポーランド航空とかね、こちらから出発してるそうです。ということで、ちょっと早めにあの予備の時間取ってね来たんですけども、ちょっとチェックインできるかどうかちょっと分かんないんで、とりあえず行ってみましょう。まだ4時間以上前ですからね、もしかしたらチェックインカウンターが開いてないかもしれない。どうでしょうか。D でね LOT ポーランド航空のチェックインやってるみたいなんですけど、今 D カウンターに来ましたけどやってないんじゃない、まだ。空港がねこんな感じになってます。ということでちょっとねここ D カウンターなんでちょっと聞いてみたいと思います。ないなないなと思ったらビジネスクラスはね別の一番奥側にねなってるみたいですね。ではチェックインしていきましょう。ということで無事ね、はい、無事 いただけました。いやね、すごい時間がかかって、まあ、なぜかというと私のスーツケースですね、どうやら何回やってもエラーが出てしまう。まあ、本来昨日の便で行って、で結局私が朝ピックアップしてるから、なんかシステム上どうしても2つになって、このスーツケースは何だみたいな感じになって結構かかりました。多分ね調べに行っちゃって30分ぐらい待たされましたけど、まあ事情説明してなんとかね発見することができました。でね、このファーストクラスレーンがねここにはあるみたいで、この先にね
映るかな、はい、ちょっとね紫色のところがあると思うんですけど、あそこはねファーストトラックみたいで、ビジネスクラスを利用する方はねこちら利用できるみたいなんで、まあ、昨日はね乗り継ぎでそのまま制限エリア行きましたけども、今日のところはねあそこから行きたいと思います。いやーやっと行きますね。ということで早速ね制限エリアの方ね行きたいと思います。ラウンジはね昨日と一緒ですけども、昨日はねスタイランスのラウンジにいたんで、今日のところはプライオリティパスのラウンジ行きましょうかね、はい、3時間ぐらい確か利用できるはずなんで、ということでそっちのシャワーブースもね皆さんにお見せできればなと思います。では行きましょう。いやーやっと立てる、嬉しいです。ということでファーストトラックね利用させていただきました。めちゃくちゃ早いです。誰一人いなかったありがたいですね。でこのままね出国審査もねそのまま行っちゃいたいと思います。おそらくですけども昨日ね来たんでめちゃくちゃ質問されると思います。では行きましょう。ということで無事ね、出国できました。ラウンジはこっちだったかな、あここですね。では昨日使ってない方のシャワーブースで、シャワー浴びて登場を迎えたいと思います。ということでシャワールーム入りました。はい、こんな感じになっております。ここにね洗面台がありまして、ドライヤーで、ここにティッシュですね。で入り口でねシャワーを使いたいっていうと、すごいね簡易的なバスタオルがもらえます。これは多分今までで一番ペラペラかもしれないですね。はい、ということであとお手洗いがこちらにありまして、でこちらがシャワーブースですね。こちらも向こうと同様、1個のね体を洗うやつ、頭のやつ全部一緒のやつですね。で上に固定式可動式のシャワーがあります。で反対側のスペースは手拭くねタオルとかがあったり、あとはゴミ箱ですね。はい、こんな感じになっております。正直ね向こうの昨日使ったねラウンジのシャワーよりねこっちの方が、まあ、タオルはちょっとレベル下がりますけども、あのカビ臭いとかねなんか下水っぽい匂いとかもしないんで、こっちの方がね居心地的にはいいかもしれないですね。ということで入りましょう。ということでシャワー浴びました。いやこのシャワールームねめちゃくちゃ水圧いいです。めちゃくちゃすごいですんで、昨日のラウンジに比べるとねこっちだったらお湯も絶対出ますしね。昨日のラウンジは確か水からお湯に切り替わるようななぜかねまあシャワーだったと思うんですけど、こっちの方がね全然いいと思います。まあ、一つ難点といえばですねバスタオルですね。はい、先ほどお見せした通りねこのバスタオルがあの使い捨てのねバスタオルっていう風になってますんで、あのおしぼりとかでねよくなんか顔に繊維が残るやつあるじゃないですか、あんな感じなんですよね。吸水性はめちゃくちゃいいんですけど、めちゃくちゃ口の周りとかにくっつくみたいなねそんな感じのシャワールームになってます。いやあの湯量とかね本当にめちゃくちゃ良くてあの大満足なんですけど、バスタオルだけちょっと残念ポイントですね。ということでちょっとねラウンジでゆっくり仕事して、今ねまだ3時ということであと2時間半ぐらいありますんで仕事ねしていきたいなと思います。ということでラウンジを出てゲートに着きました。本日はね 21N というゲートから出発です。あとね10分ぐらいで搭乗時刻になるんですけど何も書いてないですね。ちょっと心配なんであの掲示板探したいと思います。もしかしたらゲート変更になってるかもしれないですね。それではねちょっと見づらいかもしれないですけど、デリ行き0071便、やっぱりゲート変更になってますね。ということで行きましょう。15、16円、昨日と一緒ですね。はい、ビジネス Thank you。 では無事ゲート通れました。では今回ね一番乗りで登場していきたいと思います。ではインドに行きます。やったよかった。ハロー、ホーエーアーティスポイント。ということで今回私はね 4A という座席で、ちょっと今ねお客さんがまだいらっしゃらないんでちょっと映させていただいておりますけども、こんな感じになっております。222の座席ですね。昔のタキシアラインのビジネスクラスと同じ感じですかね。ちょっとねあのいつも見せてる あれがないですね。安全のしおりが入ってない。確かねエアは320だったんじゃないんですかね。確か330だったかもしれない。ちょっとね概要欄に出しておきますんで申し訳ないです。ちょっとね見当たらないですね。シートポケットはですね
で座席の感じはねこんな感じになってまして、はい、モニターがあってヘッドホンがあってっていう感じですね。でここに、まあ、これお隣さんですけどこんな感じで入っております。ちょっとね見つからないです。でこちらの下にですね、なんだっけ、スリッパがね右の方に入っているのと、こちらは枕ですね。実はすごいふかふかそうですね。でこちらがアメニティです。お隣さんにね書いてないんで、お隣さんにね置いてないんで、多分隣やっぱりブロックしてもらったみたいですね。何ブロックなのかはちょっと分かんないです。でこれは敷布団かな、ちょっとすごい薄いから何か分かんないですけども、多分敷布団だと思います。こんな感じですかね。で今回ね私は 4m 座席で、窓が3つ楽しめる感じですね。いやいいですね。しかも私はね一番後ろの座席ということで、まあこんな感じでね、はい、機内見渡すこともできます。はい、という感じですね。今ね私一番最初に搭乗したので多分ねまだまだかかると思います。あとね座席にはお水がセットされていて、あとこの右側の方にねリモコンがあります。あ、かなりね、あ、綺麗ですね。すいません、これに書いてありましたボーイング787ですね。私ボーイングは787って言ってたし、よく考えたら知ってましたね。あの安全の修理がなくてねちょっと完全にパニクりましたけど、そうこれね787だったんです。そうだそうだ、すいません、ドリームダイナーですね。はい、ということでまあこれでねこちらのモニターがね操作することができます。それがちょうどこちらの方にねセットされております。お水と一緒にリモコンがある感じですね。でちゃんとねよいしょ、はい、映ってますかね。はい、大丈夫そうですね。日本語の対応もあるみたいなので、日本語で操作することができます。まあ、ちょっと後でねあの詳しくは見たいと思いますけども、今のところこんなもんですかね。はい、よいしょ。で明るいんでね今のうちにアメニティやっておきましょうか。まだ時間があると思うんで、これねちゃんとこのピンがついてて、プラスチックの靴下とかにねついているピン、これがね開いてない証拠っていう感じで、これを引っ張って開ける感じですね。で中はアイマスク、あ、LOT ローランドポーランド航空のロゴ入りです。あと靴下、あと耳栓で、ヤスリ、はい、機内で気になる方がいるんですね多分ね。爪用のですね、あ、折りたたみ用のいいですね。はい、折りたたみができる歯ブラシいいですね。これ今度からこれ常用したいと思います。このポーチもね非常に可愛いですね。はい、どっかのブランドのもの、あ、これ LOT のマークが入ってるんでロゴ入りなんですね。いやこれは可愛い、めちゃくちゃ良くないですか。このロゴが入ってるのいいですね。昔ねターキッシュエアラインのねもうかなりあのクオリティは低い動画なんですけど、まだ残してありますけど、その時のビジネスクラスとかね、確かな どっかの、ね、ブランドものの、ね、ポーチだったんですよ。すごいですよね。そんなこともビジネスクラスだとね、はい、振る舞ってくれるところもあるんですよね。どこだったかな、ちょっとメーカーを忘れちゃいましたが、間違いなく、ね、一流ブランドですね。はい、っていう感じになります。いやいいですね。シートピッチャーねこんな感じです。私が普通に座ってこんな感じで、足を伸ばしてこんな感じだから、ま、向こうまで足届かないんですよね。でフルフラットになると、まあ、これがねビーって前の方に上がって、で最終的にはこのよいしょ、こことねシートがぶつかってここに足を乗せて、まあ、フルフラットになるっていう感じですね。まあ、私、まあ、先ほどから言ってる通りね利用したことはございますので非常に楽です、この座席。はい、でお隣さんがいるとねちょっと気使うんですけども、今回ね今のところブロックされてると思いますので、まあ、あの寝具とかも置いてないですしね、ですので多分いらっしゃらないと思うんですけども、まあ、前回のビジネスクラスでルフトハンザと同様、基本的には普通の側の方が快適だと思います。やはりね夜中とかね、はい、
どっちにしろジャンプしなきゃいけないんで、まあ、ジャンプする人はいないと思うんで、やはりね、あのギリギリまたぐか、まあ、もしくは起こしてトイレ行かしてもらうか、まあ、どっちかになると思うんでね、まあ、その点はちょっとあれですよね。はい、ということで約ね11時間のフライトを楽しんでいきたいと思います。ありがたいですね、やっと乗ることができました。ということで楽しんでいきたいと思います。ということでちょっとね、あの機内安全のしおりがねなかったんで、ちょっと聞いてみたらね、やっぱりあの今ねないみたいで、あのもしかしたら持ってきてくれるかもしれないですね。こんなことあるんですね。なかなか安全のしおりが置いてないっていうのは、多分絶対置いてあるんで、基本的には多分法律で決まってるんだと思うんですよね。あの非常口のルートとかやり方が書いてあるんでね。まあでもまあ もし持ってきていただけるようであればね、ちょっと見たいですし、記念撮影もしたいんで、はい。で今ねウェルカムドリンクが来ました。はい、こちらねシャンパンです。ということでいただきたいと思います。いただきます。うまいですね。はい、ということでちょっとねシャンパン飲みつつ出発待ちたいと思います。ということで機内安全のしおりね、はい、持ってきていただきました。ボーイング787-9ですね。はい、こういう一枚切りのね、はい、なんか結構柔らかい素材の機内安全のしおりなんですね。はい、でもねちょこちょこ見たんですけど隣もなかったんで、もしかしたらこれ持って帰っちゃう人いるのかな。まあ、でも飛行機好きな人はね結構いらっしゃるかもしれないですよね。はい、ということで無事もらえたんで非常に嬉しいですね。もらえたというか、まあ、いただけたんでね、はい、拝見したいと思います。ウェルカムドリンクと一緒に、はい、こちらをいただきました。サラダ的な、はい、トマトとオリーブとパプリカですかね、はい、いただいちゃいましょう。やはり搭乗を開始してすぐ乗れるとまたあれですね、ゆっくり出発まで利用できるんでいいですね。いただきます。隣の真ん中の列の、ね、お客さんもあの iPhone で座席とかねいろいろ撮りまくってるんで、もしかしたら YouTuber なのかもしれないですね。まあ、非常に美味しいです。まあ、普通のね生の野菜なんですけど、うん、オリーブがねアクセントになってね美味しいですよね。結構好きです。細かいところでこのグラスとかにもね LOT のロゴが入ってますし、ちょっとお皿ね見せらんないと思うんですけど、お皿にもね下の方にね LOT のロゴが入ってるんで、結構細かくロゴを入れてるんですね。ちょっと見えますかね。はい、ロゴ入ってまして、これね真ん中の大丈夫かな、この真ん中のね柱のところにも LOT の、まあ、文字ではなくて LOT のマークありますよね。これがね印字されてるとかいうのもありますんで、非常にねかっこいい。ということで、いやこれはちょっとかなり期待度ね高いフライトになりそうですね。はい、初めてね LOT ポーランド航空に乗りますんで、今回ねいろいろトラブルでこの国ばくねお世話になりましたけども、非常にねいろんな方親切で本当にありがたい対応でした。まあ、結局一回出国して、まあ、それを取り消して入国してみたいな、まあ、そういうのをね私英語はね達者じゃないので全部翻訳アプリでね入れてこれ読んでくださいみたいな感じで やったんですけども、まあ、どの方もね非常に親切で、昨日のねホテルチェックインとかね私どっぷりテンション下がってたんで大丈夫みたいな、まあ、そんな一声もいただいたりとかですね、まあ、本当に優しくね接していただいて本当に感謝ですね。次回ね今度またゆっくりねこのポーランド来たいなと思いました。ということでまだ搭乗しておりますね。結構満席のフライトに近いんですかね。はい、ビジネスの方はねもう皆さん搭乗されて皆さんゆっくりされてる感じなんでこのままかなと思うんですけども、もうしばらく待ちたいと思います。ということで、ね、まだね搭乗している最中ということでメニューがね配られてきました。でリストはですねちょっと写真撮って載せておきましょうかね。見られたい方いらっしゃる、あでもしていった方が早いですね。はい、こんな感じでね英語といろんなね言葉で記載がありまして、フランスのねシャンパン、多分今私が飲んだフランスのシャンパンですね、デリーデラフォンテインシャンペンブルトっていうシャンパンみたいですね。はい、シャンペンフランスって書いてあります。あと、赤ワインとか白ワインとかありまして、あとねポルトガルのワインとかもねあるみたいです。はい、ワインは非常に種類が多いですね。3ページぐらいの
ワインがありまして、あとコニャック、ウイスキー、ウイスキーは、ジャクション、ジャメソンアイリッシュウイスキー、ワイルドターキー、あ、ワイルドターキーあるんですね。あとグリフィールド12年、これちょっとわかんないですけども、ワイルドターキーあるんですね。私飲んだことあるんで結構好きですこれ。あとはラムジン等々たくさんありますね、はい。あとコニャックとかもありますね、うん、そんなもんですね。あとビールはポーリッシュビア、ポーランドのねビールが提供されております。あとノンアルコールカクテルとかもあるんですね、はい。フルーツジュース、スパークリングビバレッジ、お水ということで、はい。あとはコーヒー、紅茶っていう感じですね。で食事はですね、メインコースがチキンもしくはシュリンプ、まあ、エビですね。あと、揚げたパナーチーズって書いてあるんですけど、ちょっとこれはね何か分かんないですけども、まあ、チーズとチキンと揚げたパナーチーズ、ちょっと何か分かんないですけど、まあ、こういった感じから、まあ、選択していただく感じですね。朝食ですね、多分これ朝食だと思うんですけども、フライド豆腐インスイートソースビズビベジタブルということで、豆腐かオムレットがね選べるみたいな、まあ、そんな感じみたいですね、はい。まあ、食事に関してはこんな感じになっております。非常に楽しみになってきましたね、はい。ということでもうしばらくね待ちたいと思います。もうねあの市の方がねドアチェックしてますんで、もうそろそろね飛行機動くと思います。
これはですね、先ほどねちょっと座席を紹介した時にちょっとね気づかなかったんですけど、ここにねビジネスクラスって名前が入ってるんですね。でここにもねマークが入っていたりと、あとねあの座席のねこのライトね、はい、読書灯ね、 ありました。これちょっとさっきね気づかなかったですね。でここなんですけども、その奥のここですね、ちょっとね見づらくて分かんないと思うんですけども、ここにね USB ポートが1機あります。あとねイヤホンジャックがあるんで、まあ、イヤホンをね挿したい人はここに挿して、もう一つは USB ポートとしてね1個使うことができます。ということで機内食がね始まりました。まずね、飲み物ということでトマトジュースいただいております。美味しい。それとねこれは何だろう、まあ、スナック菓子はねいただきました。ということでいただきましょう。何だろう、初めて見る。あ、美味しい。コーンですね、これ焼いたコーン、めちゃくちゃ美味しい。何これ、とても美味しいです。今ね続々と機内食がね運ばれております。順番にね来るのではないかとなと思います。それはね機内食が来ました。サラダと今ねパンをいただいて、これねクリームチーズの何かねちょっと分かんないんですよね。ニューヨークでもね食べたんですけど、ちょっと何か分かんなかったんですよね。それでは早速ねいただきたいと思います。うん、イチジクではなかったですね。これ何でしたっけ、名前が出てこない。イチジクは全然違いますね。これねめちゃくちゃ美味しいです。酸味が結構効いてて、またねチーズと相まって美味しいです。次にサラダですね。まあ、サラダはねこれドレッシングが多分かかってないと思うんで、キュウリとアスパラとレタスとキュウリとレタスとアスパラ、茹でたアスパラが入ってます、ね、あと玉ねぎ。私普段からねあのドレッシングをかけないんで非常に美味しいです。あ、パンですね。オリーブオイルも一緒にいただけます。ではつけていただきましょうね。バターはねいい感じの塩味で非常に美味しいですね。それでは次にクロワッサンいただきます。美味しい。特にねあのあったかくね提供されてるとかないですけど十分美味しいですね。それではねこちらメインディッシュだと思います。今回ねチキンにいたしました。非常に美味しそうですね。それではいただきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃ熱々でとても美味しいです。ポテトです。チキンにして大正解ですね。これはズッキーニですかね。これも温野菜みたいな感じでとても美味しいですね。あとトマト、いや温かくて本当に美味しいですね。それではねあとはゆっくりいただきたいと思います。それではねデザートが来ました。申し訳ございません。またねあの電源が入ってる、まあ、電池があの撮影がねスタートされてると思ったら撮影がスタートされてなくて二口ぐらい食べてしまいました。ではねせっかくなんでもう一回いただきます。こちらねチーズケーキだと思うんですけども、あのチーズの下にジャムが入ってて、でその下にクッキーみたいなのがね入っててサクサクしててね非常に美味しいです。はい、いや本当に今ね気づいてよかった。デザートシーンがね全部なくなるところでしたね。はい、ちょっと最後の一口になってしまいましたけど、上に乗っかってたのはねホワイトチョコレートでしたね。いや非常に美味しいです。まあ、前回ねルフトハンザ航空のビジネスクラスね利用させていただきましたけども、あの時はね付け合わせの食べ物、まあ野菜はね、まあ、美味しいんですけどすごい量で、
腹パンパンになったんですけども、でちょうどいいぐらいでね、 LOT ポーランド航空さんの機内食ちょうどいいと思います。はい、ということでこれでね機内食はね終わりっていう風になりますんで、まあ、このあとね多分暗くなって多分お休みタイムになるかなと思いますので、私もね歯磨きして寝る体勢入りたいと思います。いや非常にね美味しいです。それではお手洗いに来ました。まずお手洗い場はまあその普通ですね。はい、でこっち側にね、多分これはあれですかね、ハンドクリームですね。こちらはでこちらにアルコール消毒スプレーですね、スプレーじゃないアルコール消毒シートですね、置いてあります。それ以外には特にここに、便座シートがあって、おむつ替えのシートがあって、反対側に鏡があると、まあ一般的なね感じですかね。ここにスーツのコートかけるやつがあります。こんな感じになっております。では私はね歯磨きして休みたいと思います。それではね、ベッドポジションにしてそろそろ本日の方は休みたいと思います。明日ね、朝6時に、デリーに着くので、多分4時とかね3時半とかに多分起こされると思うんで、早めに休んでおきたいと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。ただいま、デイリーの時間で4時11分ということで、あとこの飛行機はね朝の6時に到着ということなので、だいたい2時間前ぐらいっていう風になりました。もう完全にぐっすり寝ておりまして、 CA の方に、ね、起こしていただきましたね。これからね朝食という風になります。結局6時間ぐらいは寝れたのか、まだまだ眠いですけど朝食出てきますので楽しんでいきたいと思います。いやー眠い。それではいただきたいと思います。アルコール消毒シートがねお手洗いに置いてあるんで、ありがたいですよね。ではいただきます。これトマトジュースです。でこれはオムレットって書いてありましたね。確か野菜のオムレットって書いてあった気がする。いただきます。熱々で美味しいですね。ほうれん草もね塩味が強めで美味しいです。あとお野菜ですね、これはインゲンですかね。いただきます。うん、これはあれですね、焼き豆腐ですね。これ忘れてました、完全にねチーズだと思ってましたなかなか日本にはない味ですね。これ焼き豆腐とチリソースで味付けされた、まあ、お料理なんですけど、本当に焼いている感じですね。焦がしたって言っても間違ってないと思いますね、はい、変わった味わいですけど、そんなもんですかね。あとクロワッサンいただきました。昨日の夕食からね寝て起きただけなんで、お腹もそこまで空いてないですね。こんなところでしょうか。またねゆっくりねいただきたいと思います。それではですね、あと1時間ほどで到着となります。インドの朝焼け綺麗ですね。もうインド圏に入ってると思うんですけど、非常に綺麗な朝焼けが広がっております。
霧がすごいですね。W czasie wyłączenia sygnalizacji masy bezpieczeństwa muszą pozostać zapięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wyjmowania bagażu z kółek i sprawdzenie, czy na pokładzie samolotu nie pozostawili Państwo. Thank you. ということで無事ねインド入国できました。イミグレーションで私はねビジネスクラスカウンターがあったんで、まあ、1時間ぐらいですかかかってますね、はい。まあ、そのぐらいねかかってしまうわけなんですけども、あの一般のねEビザのカウンターとあのビジネスクラスのねファーストクラスカウンターが分かれておりますので、ビジネスクラスの方が、まあ、早くねビジネスファースト早くね入国することができます。まあそのぐらいですかね。あとねあの入国に関して紙みたいなのがあるんで、それねちょっとカメラ使っちゃいけないところだって撮れなかったんですけども、紙を書かなきゃいけないっていうことはね覚えておいてください。あのねあんまり大きいね文字で書いてなくて、私もね周りの人が持っててこれ何ですかみたいな感じで聞いたら、その人がね1枚くれたんですよね。ありがたい。それでねあの通れましたんで、それないとね通してくれないんで、あの書いて戻れって言われちゃうんで、あの前の方でね言われてる人もいたんで、その点はご注意ください。ということで今回ですねこのデリーにね到着いたしましたけども、このままね乗り継ぎであの他の都市に行きますんで、今回の動画ねここで一回クリアしていただきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。